やばい。引っ越しの後の片付けとかやってたら、もうそろそろ梅が終わってしまいますね。早く梅酒作ろう。結構いい梅があるな。これの時期ぐらいがいいんかな。ちょっといつ採れた梅がいいのか分かりませんが、もう時期的に厳しいので行くしかないっすね。てーん、というわけで、材料が整いました。整いました。まずこの、この瓶ですね。果実酒の瓶。これはお借りしたものですか？もらったもの？もらいました。ありがたい。ありがたい。そしてこちら酒。酒飲まずにはいられない。リオさんが何か来ますけど、果実酒の季節、まあ、なんかホワイトリカーってやつですね。なんか焼酎になるのかな。分類的には焼酎になるらしいですけど、 35% 以上のやつっていう風に、なんかいろんなサイト見たら書いてありましたね。そして氷砂糖、ドン、6大粒氷砂糖。これも使うんですか？いや、ちょっとね、こう今回瓶が2個あるので、2種類作ろうかなと思ってて、1個はスタンダードに氷砂糖使って、もう1個はなんかザラメ使ってみようかなって。ザラメ、中ザラメやつ。はい。奄美に行った時にね、なんか黒糖焼酎みたいなやつ飲んだことあって、それ結構うまかったんだよな、甘くてなんか皆さんが氷砂糖を使うのにはなんか理由があるんかな。ちょっとそれ不安ですけど、そんなことは関係ねえ。何も考えずに梅酒をつけます。あ、愚か。愚かですね。何も考えない。まあ失敗から学ぶやつです。この果実酒の瓶、あれっすね、このそのまま注げるようになってるんですね。これ便利。おお、いいっすね。でかっ。座れてるね。飼い主かな。座れてる。多分この黒いハンガー。あ、座れてんだ。多分違うかな。大きいです。さあ、じゃあ伊予さんも収穫の儀。 OK。 もう一本あるんですよね、梅の木。そっちの方が大量についてるんで、こっち行くか。なんかもうブッシュと化してるな。マムシが怖いな。でかい。うわうわ、めっちゃある。あ、梅のいい匂いする。本当だ、素晴らしい。うわ、めっちゃある。これだ。1キロどころじゃ済まねえぜ、これ。これってさ、売れたやつを取った方がいいんかな。あ、じゃあ売れたやつ取った方がいいか。そうしましょう。かかり、はいはい。このボールが 140g で、あ、これで、え、これで 800g ぐらい、うん、というわけで全然減りません。一向に減らない。うわ、もうなんか結構梅がボトボト落ちてるな、これ。すごっ。ちょっともったいないですね。あ、なんか紙切れるよ。どこ？紅干し。なんかこれ梅に来そうな紙切りだな、これ。なんですか、これ。紅干し紙切り。今日の虫候補じゃない、これ。どこ行った？どこ行った？さあ、梅がこちら。でこれ、ヘタ取るんですか、これ。竹串でこのヘタを取るそうです。こんな感じになりますね。うん、キレキレ。で、ちょっとですね、梅酒に黒文字入れてみようかなって思っておりまして、第2竹やぶの方にちょっと黒文字探しに来ております。どこだったっけな、どこにあったっけ、黒文字。どこだったっけ。どのぐらいもらってこっかな。ちょっと高い枝、剪定代わりにちょっと折っていくか。どれがいいかな。この枝は残すか。
まあいいか、下の枝で。というわけで黒文字採集してまいりました。うわ、なんか黒文字すごいな。この葉っぱの感じってすでに映像だけでなんかいい匂いがしそうな感があるな、これ。んー、じゃあ梅を洗って拭きましょう。梅って毛みたいなのついてなかったっけ？なんかその毛感があんまりないんだけど、そういうもんですか？まあ、ないんじゃないですか。ない梅なの。なんかボールの色と完全に一致してるな、これ。すごい、すごいですね、これ。じゃあこいつを拭きましょう。もうなんかこうやって見ると割といろいろな色の実があったんです。はいよ。70度くらいの瓶じゃなくてお湯で。はい。70度くらいのお湯をなんかかけて、ちょっと瓶を温めて、で熱湯入れて消毒する。いう感じらしいっすよ。さて、それではちょっとね、自分とイオさんと作り方を変えて2種類作ってみようかなと思います。イオさん、どうやって作るの？私は普通にも普通にメジャーな氷砂糖とホワイトリカーと梅というもので作っていくそうです。自分はちょっといろいろ手を加えてみようかなと思います。でどっちがうまくなるかっていうことですね。ちなみに私は、ザラメをちょっと混ぜて、あとこの黒文字ですね、これ味が濁ると思う。伊予さんは否定的ですね。まあ自分はうまくいくんじゃないかと思っております。どっちかにした方がいい。まあいろいろぶち込んでみましょう。でそれで成功するかどうかということですね。まあ、大体梅と砂糖 と、交互に入れていくみたいなことらしいです。まあ自分はそれにちょっと黒文字も入れようかな。黒文字はね、葉っぱ入れるとなんか色すげえつきそうなんだよな。黒っぽくなりそうだから、だからちょっと枝だけにしとこうかなと思います。はい、もう507g。 じゃあこれ飯尾さんの氷砂糖。じゃあ次私、よし、ザラメだけ。ね、どうします？どうしようかな。ザラメと氷砂糖半々にしようかな。なるほどね、うん、それでは交互に入れていくのに、うん、なんかちょっと多い気がすんな、これ。何が？黒文字酒になりそうな気がする、これ。はい、入りました。さあ、うわ、なんかもう色が大丈夫なんかな、これ。ザラメのせいで下にホワイトリカーが届かない。いや、これは大丈夫なんでしょうか。まあ入れてみましょう。あ、待って、バシ黒文字まだ入れるか。まだ入れるの？なんか色がみたいな、なんか言ってたの。黒文字種になるみたいな。見せつけます。さあ入りました。はい、ててーん。それじゃあホワイトリキュール入れていきますか。入れていきます。いいんですね。これ本当に浸かるのかな、これ。そう、なんか、あ、でもいってるよ、ほら。本当だ。わ、いいね、なんかパチパチ。おー、これ上まで行くんかな、これ。え、上まで行くん、これ。上まで行きました。行くかな、これ。え、これ行く？あ、行くか。さすがに行くか。え、さすがに行くよな。あ、ギリおいー、いいっすね。なんかあれ、なんかすでに色が違う。あ、そうか、あれか。あ、ザラメン、ザラメンの色か。なるほど。じゃあこれちょっと素早く蓋した方がいいですね。さあどうなるか。3ヶ月後ぐらいですか。はい。お、なんかもうすでにザラメン溶けてんじゃねえ、これ。早くね。早すぎねえですかね、それは。早すぎてやばいね。なんかすごい、なんかすごい色になってる。まあちょっとしゃあないか、これ。飲むときに混ぜて飲もう。すごいですね、もう枝を折ってつけた水です、これ。さあ、どっかしまっておきましょう。乞うご期待。